losing time, I'm fading fast. I just wanna... いつもすぐに駐車場の空きを見つけられるのがお前のイボルか？お前がいないと駐車場所を探すのに時間がかかる。確かに羨ましい。行こう。もうコンサートが始まる。やはりお前を信じてはいけないな。今時、天気予報を絶対的正義として奉っているのはお前くらいしかいないだろう。そしてお前を信じてやるのは私くらいだ。寒いのか？お前の家に私の着られる服があるのか？わかった。お前が自分のためにどんな服を選んだのか見に行こう。お前だ。お前が先に入るといい。自分のために買ったのか？大きすぎるだろ。片付けなくていいのか？私が言いたいのは、まあいい。
髪を拭くタオルを置くのを忘れているぞ。あれはお前のだろ。瓶や缶がいくつもあって、うかつに触れないんだ。最近機嫌がいいようだな。そんなものなくてもわかる。ありがとう。服のサイズはぴったりだ。これを着て帰りたいと言っても気にしないか？私の引き出しにあるミントキャンディー、いつ盗み出した？もしかして私はお前を誤解していたのか？どこが間違っていたか詳しく教えてくれ。弁が立つ？お前には及ばないが。どのくらい生姜を入れた？わざとやったのか？私を見て楽しんでいるのだろう。
おかげさまで今日も生きていられそうだ。生姜湯を作っていた時、何を考えていた？お構いなく。お前は少し疲れているようだ。そうか。そうだな。入ってもいいか？これは礼儀だ。私の記憶力の賜物だ。その時々によって礼儀も変わる。寝よう。眠そうな顔をしているぞ。おやすみ。課題について新たなひらめきがあった。もう一つの研究課題のことだ。誰かさんと一緒にいる時の変わりやすいスケジュールについてだ。
私を誘ったのはお前だろ。天気予報を信じたのは誰だ。いや、信じた方がいい。論理的な理由を聞きたい。昼休みにそんな掟があるのか。なんだ、これも特別なリラックス法か。拙い上に力も強いが悪くない。外で鳥が鳴いている。聞こえるか。よく聞いてみろ。十分元気そうではないか。もらい物で義理を済ます誰かさんの教えだ。無反応だな。こういう飴はもう食べ飽きたか。誰かさんは初めから休む気などないようだな。これからの時間もお前に任せる。他にやりたいことは？